皆さん、こんにちは。こんばんは。黒明柳です。今回はですね、EXIT8、8番出口かな？というゲームをやっていきたいと思います。Steam で出たばかりのゲームですね。で、ゲームを起動したら、急にね、僕は、駅構内に立っております。そう、こういう感じですよね。田舎に住み着いている僕ですら、この光景には大変見覚えがございます。まあ、30分ぐらいね、電車に乗っていった、先の、ちょっと大きい駅とかね、こんな感じでございますね。防犯カメラ、作動中。防犯カメラ。あれか。違うか。なんだ、な、な、なんか、な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 んか音がしましたよ、今。音しましたよね、今。え、気のせいかな。地下広場。地下広場には、僕は用事はあるのかな。左側通行。はい。左側通行します。ご協力ください。そういうのね、守るの大事ですからね。うわぁ。南部公園。米子、お寺さんに行きたい、僕は。何か嫌な予感がするので、お寺さんに駆け込んで、助けてほしい。人だ、人だ。こんにちは。あ、あんまり見るのは失礼ですが。ただの人か。こんな風に角曲がる人間いませんからね。怪しすぎる。でも、いから。よいしょ。あー、曲がり角が怖い。ちなみに、あ、走れますね。走れる。デジャブだな。あれかな。でも皆さん、ありません？ニュースとかでインタビューを受けているおじさまとかおばさまとかを見ていて、あー、なんだかご近所にこんな感じの方いるよなーみたいな なんとなくこう見覚えのあるようなね、お顔立ちの方ってね、いらっしゃいますからね。なんというか親しみ深いというか。ご町内にお一人ぐらいいるんじゃないかというようなね、タイプの方とかね。そういう感じなのかな。このおじさまは。非常にね、何か安心感がありますね。さすがに角っこはゆっくり行きましょうね。聞こえる音は僕のうるさい声と足音だけ。今僕は地下鉄の通路を独り言を言いながら歩いている不審者。ああ、悲しい。ああ、なんだ？なんかカチャって何かが開くような、あ、違う。僕が不審者だからもしかして写真撮られてるのかな？監視カメラに。あいつ、ちょっと変な人かもしれない。写真を撮っておこうみたいな。そういうことですか？開くのかな？もう、いや、でも、こういうところをね、開くのかなってガチャガチャやっている時点で、やはり僕は不審者。
悲しい。出口に南部公園、米子テンプル、成平ビル、八本木交差点。あれ？でも僕、違う異変を見逃さないこと。異変を見つけたらすぐに引き返すこと。異変が見つからなかったら引き返さないこと。8番出口から外に出ること。じゃあもう僕迷子じゃないですか。左側。僕迷子になっちゃった。一本道なのに。これは、これは異変なのでしょうか。一本道だったのに、向かった先に8番出口がなくなったというのは異変なのでしょうか。どうしようかな。行ってみようかな。やっぱり。ちょっと、心細くなってまいりました。僕は。地上に上がらなければ。地上に上がらなければ、大丈夫かな。大丈夫かな。ください皆さん、8番出口、あれはただの多分双子ですね。でさらにもう双子がこっちから来るんですよ、きっと。だから彼らは、待ち合わせをしているだけと見た。やめてくださいよ。最近僕が、ショート動画で見た不気味の谷を思い出すじゃないですか。あれのせいで眠れなくなったんですから、僕。許せない。そんな、僕を見つめないで。やめて、見ないで。僕、そういう人の視線とかあんまり得意じゃない。ちょっと、壁際見て歩く。びっくりした。何ですか、もう。何ですか？ラッチ？あ、夢だった。おじさん、聞いてくださいよ。ちょっと、おじさん、聞いてくださいよ。変な夢見ちゃったんですよ、さっき。双子がね、立ってて、8番出口が2番だったんですよ。意味わかんないですよね。おじさん、あっちから来たんですから、あっちに行けるはずなんですけど。くそー、双子にギャフンと言うのは僕かもしれない。ギャフンと言わせてやりたいんですけど、もう一回、覗く。いやー、でも絶対行っちゃいけない道からあのおじさん歩いてきてるな。でも僕は学べるカラス。僕はカラスの中では賢い方のカラス。だから、ちゃんと学ぶんですよ、僕は。どうしよう。おじさん、僕は食べても美味しくないです。大丈夫らしい。
やでも迷子なのは変わらないんですけど、迷子なんですけれども、なんとなく足音がする気がするんですけど、僕は騙されないんだから、騙されないんだから、お寺さんに行くんですから、僕は。正直でも地下通路から出られない時点で異変ではないかと、そう思うんですけれども、お、日々の身近なトラブルも司法書士にお任せを、初回無料相談受付中。すごい、携帯電話の番号が書いてある。泉さんやるな。普通こういうの事務所の電話番号書くのにな。かわいい、ワンちゃんもお喜び、僕もお喜びだ。ニューオープン、シャンプーコース5,000円、カットコース3,000円、シャンプーコースに全身カットがついたコースです。ということは最低料金5,000円ということでございますね。シャンプーなし、カットのみはありえないと、そういうことでございますね。お、こんなあのシンプルな地図じゃ一生たどり着けないや、ドッグサロン随、残念だな。せっかくオープンしたのに、僕の毛並みを整えに行くにはちょっと難しそうですね。今のところ無事です。あれ、でもおじさんが来なくなっちゃった。おじさんと出会えなくなってしまった。僕の安心感の源だったのに。失ったものは大きい。ちょっと引き返してみますね。そうです、そうです、さよなら、さよなら。あー、ダメだー、あっちもこっちも、積んだ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 ぞ。だってあっちも、あっちもこっちも行っちゃダメなんですって。どうしよう、どうしよう。嫌だ。あ、3になった。あの双子はでも来ないな。8ではありますが、どうなんだ、どうなんだ、合ってるんですかね。迷子だよ、迷子だよ、困っちゃった。え、どうしよう、迷子だ、わからない。でも、8番。顔に見える。点々がね、点々が3つあると顔に見えるんです。
人だけじゃなくて、それは僕も同じ。どうして、おじさん。おじさん。おじさん。おじさんって言うからか、失礼ですもんね。ちょっと、そこの、お方。失礼します。つかぬことをお尋ねいたしますが、こちらに進むと、八番出口で会っていますでしょうか。絶対違う。ご案内されちゃってますもん。だって。ちらっとだけ覗くのは許されるのでしょうか。はい。はい。でも異変はないんですよ。そう、異変しかないです、異変しか。僕の癒しのおじさんが、僕の、癒しだったおじさんが、もう戻ってこない。失ってしまった。線路は続くよ、どこまでも。線路じゃないけれど。もう壁をスリスリして歩くのがデフォルトになっちゃった。たた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 たさよなら。お達者で。地下鉄で停電はダメですって、もう地下鉄で停電するの、なんだ。ちょっとでも皆さんのためにね、見てください。皆さん、壁に斬新な、斬新なタイルですね。どこまでがセーフティーかわからないので、あんまり近寄らないでおきますね。僕はもう、嫌だー。お寺さんに行きたいの、僕はもう。あんまり走らない方がいいかな。珍しく看板が8番ですね。ということは、いよいよ僕は地上に出られるのでございましょうか。お？地上に、地上の光が、僕には見える地上の光が。なんだ、過ぎてしまえば余裕でございますね。はぁ、やったー、嘘ー、本当に地上だーい。あー、眩しい、なんて眩しいんだ。日の光が綺麗だ。多分心の目で僕は見ている青空を。ほったっけクリエイト様、スペシャルサンクスー。いや、なんかありそうで嫌ですね、こういうの。ありそうで嫌じゃないですか。本当に、地下鉄でこんな目に遭いそうで、僕はちょっともう、当面また、引きこもります。地下通路をご利用いただき、ありがとうございます。ご利用の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、見つかっていない異変が22個あります。ご理解
ご協力のほどよろしくお願いいたします。 Thank you for using the ニュルニュルニュル。え、何を言っているんですか。何を言っているんだ。僕があと22個も僕があと22個も異変を探すと思ったら甘いんですよ。異変だ。異変ですよ皆さん。どうしよう。どうしよう。異変を見つめつつ、異変を見つめつつ、皆様にお別れのご挨拶といたしましょうか。それとも近寄ってみますか。近寄ってみようか。何見てるんですか。迷ったんですか。奇遇ですね。僕も道に迷ってるんですよ。よかったら、あの、どちらまで行きたいんですか？Can I help you? 今日はここで終わりにしようと思います。短いけどね。はい。僕と一緒にね、楽しんでいただけていたら嬉しいです。皆さんもよかったら遊んでみてください。僕は、やだな、もう深夜なんですよ。ここから22個探すのはやだ、怖いから。またね、明るい昼間にでも、残りの回を探してみたいと思います。はい、それではここまで見てくださってありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。